私はフィンナです。私たちは香港に住在学校の学生です。私たちは皆さんに学校を支えます。じゃあ始めましょう。一緒に見てみましょう。学校に入りました。そして左に建物があります。この建物は図書館です。図書館は8時半から11時までです。でも11時から24時間の自習室があります。学生は自習室で勉強ができます。図書館に本がたくさんあります。経済、科学、医学、文学、工学の本があります。そして最近の雑誌と新聞がありますよ。図書館の中に喫茶店があります。喫茶店のコーヒーは美味しいですよ。そしてケーキも超美味しいですよ。ここは学食です。学生は学食へ食事に行きます。学生は学食で朝ごはん、昼ごはんと晩ごはんを食べます。そして図書で食べました。現在は学生はみんな毎日です。学生は一日中学校で勉強します。そして勉強は12時頃終わります。それから学生は友達と学食へ食事に行きます。では一緒にメニューを見ましょう。タレはスパゲティ、サンドイッチ。でも日本の料理がありません。寿司とラーメンがありません。大変ですね。日本の食べ物が欲しいです。ここは体育館です。多目的スポーツホールと思います。学生はこのホールでバドミントン、バレーボール、バスケットボールをします。1時間21ドルでここを使います。ここはフィットネスホールです。1時間6ドルです。超安いですね。また、3つのテニスコートがあります。私はテニスを勉強したことがあります。これはいいです。そして体育館の隣にプールがあります。夏、学生は友達とプールで泳ぎます。これで私たちの紹介は終わりです。面白かったですか？じゃあまた。